すごいね、この。いや、一回入っちゃったからな。感動を伝えられない。すごい。で、外にも。家だよね、これもう。で、外が。選んだ。富士山が透ける、こんなところに神様がちゃんといる。すごいね、タイ持って。あ、じゃあ撮り始めますか。もう撮ってるんですけど。じゃあダメじゃないですか。もう一回やってくださいよ。すごいこれ見て。こんな、なんかバリ？バリ家具？すごいよ。ね、さ、ここはなんだろう。エジプト。ペルシャ。全然先に進めない。でもやっぱバリっぽいよね、全体的に。アフリカの家具とかなんか雑貨とか、雑貨とかもね。あ、もうステンドグラスっぽい。なんかすごい素敵じゃね。狙い。なんて、これも可愛い。ほら、夜絶対綺麗だよ。ちゃんとこうやってさ、可愛いガラスの上にこれ飾って。ちゃんと、うん、うん、うん、おー、色が違う。うわ、すごい、こっちが赤くてあっちが白い、なんで？こっちはね、厚めとこっちの色のやつ言ってて、うわ、色が全然違う。こっちは何だ？こっちはもうお外だね。これこう、そう、うわ、すげえ。で、この隣すぎ、うちの部屋です、うんうん、そこ宇宙だね、絶対。あ、本当だ、宇宙が見える。すごい。はい。おお。はい、じゃあ入りましょう。はい。ツツジが予約されてる。さあ、ツハン。
まず、なんか豪華だよ。豪華だよ、こちら。素晴らしい。なんか、いろいろ。うん。食事も割とごちゃ混ぜ系。バカ。わー、美味しそう。ご飯とお吸い物。お吸い物だ。味噌汁じゃん。美味しそう。はい、いただきます。あの、かわいい、ごま。そう、ごまがかかった。なんか急に素敵空間だね。つけちゃう？豆腐。つけられる？そこ階段がある
え、橋があるって言ったよ。これか。この下、湯の沢旅館。ほら、旅館だ。またこれだよ。ここ行くと湯の沢だ。もさばってきたから、うん、入力できるのかもな。でも何も書いてないよ、ほら。何も出てないよ。すき焼きか。うん、卵。すき焼きだこりゃ。すき焼きだな。やったー。リンゴが、昨日よりもパワーアップしてる気がする。これ用紙になります。こんなのはどうします？